はい、よろしくお願いします。今回は数3の関数の連続性丸1をお送りします。で、今回この7もやりますので、まず1回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず、ま、連続性タイトルが変わって、その、ま、基本的なとこから確認していく形になるんですけど、まず上の4問は不等式が、ま、ありますと、X のね、範囲の不等式があって、それを区間で示す記号っていうのがあるので、ま、それで示しなさいっていう問題です。ま、教科書とかにはあると思うんですけど、このタイプの問題。で、ま、シンプルなんでサクサクっと言ってしまいます。今、X、これは3と7ですよね。で、基本的に括弧を使うんですけど、この、イコールが入ってない、普通の小なり、だったら、普通の括弧使ってください。で、3書いて、カンマ書いて、7書いて、こう書いて、終わりだよっていう、これだけです。以上です。どんどん行きましょう。で、次が、じゃあ、イコールが入ってると、小なりイコール。になったときは、括弧がこれになります。ただし、使ってる数字はそのまま、書けばいいので、マイナス2と0。こっちもね、イコールが入ってるから、これで閉じて、これで終了です。で、言葉に関しては、まあね、まあ、覚えてもらって損はないと思うんですけど、この括弧、まあ、イコールが入ってないタイプを、区間の中でも開いてる区間で、仮区間、と言います。で、このね、イコールが入ってる方、これは閉じてるっていう漢字を使って、閉区間という言葉があるので、まあセットでね、ぜひ覚えちゃってください。で、まあ3番みたいに片方にイコール入ってんじゃんってなっても、ここの知識があれば問題なくって、イコールがなければ普通の括弧なんですよ。つまり左側イコールがないんで、こっち側は普通の括弧。マイナス4でカンマ打って、5、こっちイコール入ってるから、この括弧で終わりみたいな。で、これ半分開いてるんで、半回区間みたいな言い方をします。で、ラストですね。ちょっとこれラスト気をつけなきゃいけなくって、左側に数字がないんですよ。X が12以下ってことしか分かってないと。で、どうするかっていうと、左側ちょっと無視しましょうか。一回点打って、右12ですよね。で、イコール入ってるから、こうでいいんですけど、結局、これ左側っていうのは永遠に OK なわけですよ。ずーっと。だって設定されてないからね。永遠に OK、負の方向にね。だから、ここマイナス無限大なんです。マイナス方向無限に OK なんで。で、この無限大のところは、回区間の括弧を使って、これで、OK となります。なので、もし、じゃあマイナス3小なりイコール X みたいな。まあ、こんなになってたら、左側がマイナス3、まあ、このね、平区間のマークになって、右に無限大。今度プラス方向に無限大なので、無限大なので、マイナスをつけずにプラス無限大にしてもらって、まあプラス書かなくていいか。っていう感じでやってみてください。いいかな。まあこれが閉区間と回区間のまあ書き方ね、記号でございます。じゃあ次に、まあ関数が設定されてますと3タイプありますけど、これの区間を求めていきます。で、どうやるかっていうと、例えばルートありますよね。fx イコールこうなってると。で、ルートっていうのは、ルートの中身って絶対0以上なんですよね。そう、0も OK だから、0か正かだと。ってことで、こいつは、マイナス 3x プラス2、大なりイコール0、こうなんなきゃいけないと。まあ、この問題じゃなくても、例えばこの、なんか解くときに、ルートの中身、なんだ、0以上じゃなきゃいけないから、つって x の範囲を指定したりしますよね。まあ、そんな感じです。で、これ解くと、x で、3分の2と、こうなります。で、これを解けてしまえば、あとはこっちと同じです。あと、やるだけ。区間求めるからね。なので、記号を使って表すと、これあのタイプと同じだから、マイナス方向はプラス、あ、マイナス無限大で、こっちが3分の2で、閉区間。にして、これで終了と。こんな感じです。で、次ちょっとややこしくってですね、まあ、ごちゃごちゃと分数になってるんですが、分数になった時のルールとしては、分母、下ね、分母が0になってはいけないと。0
つまり、x2-3x+2 が0になってはいけませんと。まあ、これが範囲になります。範囲というか、指定されるルールですね。じゃあこれ解いていくと、因数分解すると x-2 と x-1 ノットイコール0。つまり、x はノットイコール2と1になります。だから2と1になっちゃいけないってことなのね。で、一回ちょっとこれ数直線で、ざっくり書いてみると、1っていうところと2になっちゃいけないんで、まあ、ここは白丸になると。ただし、1から左側はもちろん OK だし、1から2も OK だし、2から右も OK なわけですよ。だから、この3つの場所を全部それぞれこの回復感、閉復感、今回はあれか、回復感か、使って表していきたい。で、左側から行くと、1より下、負の方向全部 OK なので、マイナスずーっと OK。ただし1で1回止まりますよと。これが、これ左側ね。で、次、1から2まで。で、1から2までが白丸、つまりこの状態ね。1から2までなので、回復感の1から2まで。これ2個目、真ん中です。で、最後は2より右側が全部 OK。ただし2は入っちゃいけないので、2で、プラス無限大方向で、回復感。この3つを全部書いて、丸と、いう風になります。いいかな？まあ、それぞれね、区間が分かれるんであれば、それぞれ1個ずつ表していきましょうっていう感じです。で、最後がログですね。で、ログは、ここの進数。まあ、絶対値 X ですね。進数は、正ではなくちゃいけないので、まあ、これが成り立つと。で、まあこれ普通にちゃんと解いてもいいんですけど、まあ絶対値っていうのはプラスですよね。ゼロからの距離なんで負になることはないと。じゃあ、これまあ基本的に満たしてるんですけど、何の時ダメかっていうと、これ X0 じゃダメなんですよね。0は絶対になっちゃダメだと。0になっちゃうと0入っちゃうからさ、まあ満たせない。つまりこれを解くとまあこうなるので、まあ数直線書けっかな?あ、大丈夫か。書くんであれば、0のところが白丸で、0から左と0から右は OK だと。じゃあそれぞれ2個ね、別々に表していくと、マイナス無限大の0、回復感。そしてもう1個、0で、そしてプラス、おっと、無限大。これが答えになります。いいかな？まあ、今回はこんな感じでね、回復感、閉復感のまあ記号のまあ使い方とか、まあ、こういうちょっと解き方もありましたけど、ここをぜひね、押さえてもらえたらと思います。では、今回はね、関数の連続性についてやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。